はい。えっと、次に続きました。えっと、納豆チャーハンのご紹介だったんですけども、えっと、今ここまでお写真が進んで、こちらはオイシックスの、もうこれもずっと私の見てる人はもうまたかっていう感じだと思うんですけども、オイシックスのネバネバ三枚っていうのがあって、あの、高放送になってるんですね。デレートなんですけれども、 それをまあ自然解凍するなり、前の日に冷蔵庫に移してたらまあ解凍になる。流水解凍でもいいのかな。それであの、ネバネバ三昧っていうだけは、あの、ネバネバしたものが集められてるんですね。あの、長芋かな長芋にメカブにオクラのこの多分三つだと思うんですけどもね、それがあの、 ちょうどこれ1袋分の量なんですけども1人分ずつパッキングされててまあなんか4つしか入ってないんですけどねあのその1つにつき1つの大きい袋につき小さい袋が4袋入ってる感じだったと思うんですけどでもこれ私あのすごくあのまあ一品になるし重宝しててあの解凍させれば食べられるし。 体にもいいので、これにあのいつもの森田醤油の有機柚ズポン酢をかけてあのよく食べています。はいで、こちらがなんか黒キャベツっていうのがあったんですね。オイシックスだったかな？ちょっとオイシックスが第地かどっちか忘れちゃったんですけども、なんか初めて見る。黒キャベツっていうのが届いてて、なんかポトフに入れてもいいし。 あの、炒めてもいいしっていうので、でもなんかポトフ最初作ろうかなと思ったけど、なんか結局、なんかあの、お味噌汁とかが食べたくなっちゃって、お味噌汁作っちゃったと思うんですけれども。なので、これはね、あのー、なんかもうカラカラになっちゃってるんですけども、卵と一緒に炒めました。なんか炒めてもいいって書いてあったので、炒めました。なんかすごい結構ね、固めっていうか、 あのー、食べ応えがある感じのねちょっと固い感じのキャベツで私も普通の正直キャベツの方が好きですね <laughs> 普通のキャベツの方がなんか私は好きでしたなんかちょっと変わった感じでちょっと固い感じのあの黒キャベツっていうものでしたね、うん、でえー、っとこんな感じでチャーハンセットが仕上がりましたまあ、本当にあのー お醤油とばだけが悔やまれるところですね。お醤油が本当にもう少し少なめだったら、すごくあの大満足だったと思います。美味しかったと思うけど、やっぱちょっと、ちょっと辛かったかな、正直。いう感じでしたね。でも美味しかったですね。そう、あ、これももうやっちゃいましょう。これもあの美食女パフェですね。美食女パフェ。 まあパフェっていうかもうヨーグルトじゃんってあのツッコミが入ると思うんですけれども,もう私にとってはもうこれをパフェとさせてくださいせめてものパフェとさせてくださいこれはあの第三世界の素焼きのアーモンドとドライフルーツナッツっていうのをあの両方豆乳ヨーグルトにかけてそしてその上に 有機シナモンかなをふりかけた私流のパフェですアンンチエイジングパパフフェ、ェ太らない冷えないパフェです、い冷えまあヨーグルトなんですけどねヨーグルトっていうか豆乳グルトはレンジしただけのものなんですけどもこれをこうやっていったらのマリボールに入れてねちょっとせめてものをパフェ風にしてみました。 で、こちらですね。ビシクジョスイーツのコーナーにもなっちゃったな。いっか。<laughs> これ、ビバーニ。私の好きなビバーニの、あの、成城石とかで売ってるんですけど、オーガニックダークチョコレート。これのクランベリーです。でもこれね、あの、左にもお皿に出してあるのはオレンジなんですね。もう、オレンジなんですけど、一応、オレンジとクランベリーも両方買ったので、この私はオレンジとクランベリーが気に入っています。 おいしいです。で、これ、これぐらい食べます。1回に。3分の1ぐらい。で、これが、えっと、バジル茶。なんかこれはね、なんか通信販売かなんかで、お試しとかで買ったのかな。なんかバジルサプリと一緒に買ったバジル茶なんですけども、これなんかすごいね、私、なんか体にいいような気がして好きです。それでは。